それでは始めたいと思います。で、皆さんこんにちは。で、じゃあ今日の、ね、タイトルでありまして、今日のタイトルはこれですよね。見ていただくとお分かりのように、これ佐藤流なら今から狙える単刀一発合格学習法という形でお話をさせていただきたいんですけどもね、まあ、一応まあ単刀だけ狙ってるんですかというと、基本的にそうです。で、そうだけども、だけど単刀でいい点数取れると、実は論文はこれ分かりません。僕狙ってるのは単刀で50点以上なん で、50点以上取れるんだったらこれは可能性はあります。ただそれ下だとなると結構厳しいんだよねってなるところなんでね、これ2年目でやろうが、あるいは数年やっていようが、大体卓一の点数っていうのが大体基準になっていきます。メルクマルになるんで、卓一でさ、そうですね、特に四法ってあるでしょ、独実一生って科目があって、いわゆる単刀にも出て論文にも公式にも出る科目ってありますね。あれで9割ぐらい取れてると大体いけますね、論文もね。担当の点数と相関関係、極めて今の試験って強いので、だから担当って一生懸命この時期からやるのが一番実現的だろうし、さらに言うならば、アブハシ取らずならないってことになるんで、私は担当専科ってことで今やっておりますけど、実は違うんでね、まあ、それをちょっと誤解しないように言って考えていただきたいと思っております。で、ちょっとじゃあ今日ね、配ったものをちょっと見ていただきたいと思うんですけど、今日一応使うのは一つはこれですよね。パンフレットといったらこっちを見てください、パンフレットね。で、それからもう一つがレジュメといった場合はこっちを見ていただきたいと思っています。こっちがレジュメになりますよね、レジュメで。2つに従って喋っていきますので、うん、で、ちょっと待ってね、あ、これね、はい、じゃあそれ置いといてください、これとこれですね、ありがとう。で、これに従ってやっていきたいと思っております。で、まずちょっとこっちの方のパンフレットを見ていただけるでしょうかね。で、1話からやるということになっておりますので、秋から何ページに書いてるかな、やるのは2つコースがありますよね。多分その中でどっちを選んだ方が良いかなって迷っている方いらっしゃるかと思うんですよ。ないしは来年から受けようかなっていう人もいらっしゃると思うのね、うん、で、思い立ったら吉日じゃないんだけど、本当は早くやった方が絶対これは良いです。で、聞いてるかと思いますけど、今大改正なんだね。来年の多分5月1日から多分一生法施行になるかと思うんですね。1月1日だって人もいるけど、さすがにね、多分それはないと思っています。今ちょうどヒアリングとか受けてる段階なんで、弁理士会とか含めて受けてる段階なんで、多分それは12月の末に終わるんですよ。で、終わった後でその意見を集約していって、だん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 と、まあ、法律のいわゆる審査基準とかね、できていって、出てきてくるんで、まあ、ずっとこれは後になってからじゃないと多分改正本は出てこないと思います。まあ、実際上改正本は3月末だと思いますよ、でのって。で、相当これ今回難しい改正なので、抜本的にずっと変わってしまいます。だから今までやっていたものが、特に衣装ですね、やっていたものがゼロではないけども、結構ね、ゼロに近い形に変わってしまうんですよ。で、一応私の場合は衣装委員会っていうところにいるので、今一番最新の話題は知ってるつもりです。で、こういうふうに変わって、こういう問題があって、こうなっていくんだってことを一応分かってるつもりなんで、レックの方は全部これはこういうテキストね、全く改正になっておりません。まだ全然これ作ってる時は、読めや衣装を改正になるかと思っていなかったんでね、なっていません。ただ私が配るのは基本的にレジュメでやっておりますんで、そっちは全部改正にも従って改正されております。で、衣装もしっかりだろうし、特許もしっかり、あとは商標もそうね、改正に従ってやってるんだっていう構成を取りますんでね。で、まあ、多分それ一番違うところかなと思いますけどね。で、ちょっと2つ見てください。2つというか、こっちの方のね、パンフレット見てください。1つは担当論文速習コースってありますよね。で、これは馬場先生が、新宿ネイルタワーでやってるやつでありまして、担当も論文も一応目指していきましょうねっていうコースね、うん、で、これに対して私のやつはですね、これ何ページになるのかな、ここね、36ページっていうところに書いてありまして、担当コンプリートと書いてあるんで、まあ、担当に特化し、これ昔までは担当速習とか担当の空き生と言っていたんですね。入門の空き生と言っていたんですけども、まあ空き生、まあ、入門だけではなくって、振り戻しになった方、ないしは来年相当改正になるではないですか、それを補填するって方についても来てもらっても構いませんよっていう趣旨でコンプリートって名前を付けさせていただきました。だから別に1年目だけではもちろんなくって、2年目ないしはあるいは3年目ね、ないしはもう一回やり直しって方ね、参進した方も含めて受けてもらいたいなっていうコースになっております。で、一番のこれ売りは何かっていうところですけどね、ちょっとこの中に入っている前に、まずこれ比べてもらいたいのが、担当論文速習コースとから担当コンプリートって、回数的にはこれ全く時間的に変わっていないんですよ。時間は多分変わっていないのね。で、片方は担当と論文でこれ2つやるわけでしょ。で、物理的にできますかね。できるんだったら良いけど、
ペタルと担当すら落ちてしまってと話になると、これ全然またゼロから始まってしまうって話になりますんでね、結構厳しいんですね。で、一応どのくらいかかるとペンって受かるかご存知ですかね。私の時は約3000と言ってました。で、9試験なんで約3000ね。でもちろん免除もなくって、1回受けてまた担当ダメだった、論文ダメだったら担当また1から受けてっていう時代だったんで、あと選択は3科目受けてましたんで約3000で、今3000という時間必要ですかというと多分そこまではいらないですね。で、1500前後あれば受かるんじゃないですか。1500でもこれ逆算してみてください。まあ、実際上始まるのって9月の頭ぐらいでしょ、どのコースとしてもね。9月から始まって9月10月11、12、1、2、3、4、5、8ヶ月ないですよね。で、これ逆算して1500って取れますかね、担当も論文まで含めてやるってなると多分これ難しいんだよね。でも8ヶ月だったら多分担当から受かります、絶対。で、実際上受かってますんで、担当受かってますんで担当受かります。で、自分のクラスだと大体45から上で受かっておりますんで、まあ、目があるってことです。いわゆる論文についてもね、これはね。で、なんでそうなるかってことも含めてちょっと喋ろうかなと思っております。あとこの講座のね、内容も含めて少し喋っていこうかなと思ってるんですけど、どっちから喋りましょうかね。まずはこっちの方からレジュメ見てください。レジュメの方ですね、こう書いてありまして、担当式試験と論文試験試験との相関関係とありましてね、ですね、これ、まあ、レックの方で私も二十数年やってるんで、最近の傾向から含めて昔の傾向も全部知ってるつもりです。で、大体集計するとレックと大体ですね、8割ぐらい担当を取っている方はまず落ちていないんですね。で、1年目で大体担当8割取っているんだったら 50% は多分論文通過します。論文です、論文通過します。で、昔の試験とこれ全く違ってるんで、担当の焼き直しの間が極めて強いのが今の論文式試験となってるんで、担当8割取ってるんだったら多分50% 多分通過するでしょう。で、48から上っていうんだったら多分通過するでしょうね。で、これが大体担当7割って話になると42点ね、 20% になります。だんだん下がるんだよね。で、39点だったらどうですかというとギリギリだね。で、これで受かればいいんだけど約 10% になります。そんな感じになってしまうので、大体担当の知識と論文の、ね、中身って大体相関関係実はあるんだよねって話になっています。で、まずこれ頭に入れてもらいたいんですね。まあ、最近のデータを含めて大体そういう関係になってるんで、担当8割は絶対これ必須です。で、9試験で私がやってた時の9試験の場合は8割がボーダーでありましたんで、50点満点で40点が一応ボーダーだったんで、それくらいないとやっぱし論文って厳しいんだよねってことになるかと思ってます。そこはね、そのためにやるのがこの講座だって話になるんで、担当8割取っていこうねっていうのが一つの科目になります。だから結構8ヶ月で取ってる方いらっしゃいます。45から46ぐらいは大体行くんですね。だからもうちょっとで8割って言ったら多分受かるかなっていう感じはするんですけどね。で、残念ながら、まあ、担当だけって方もいらっしゃるし、1回で行ってしまうって方もいらっしゃるしね、まあ、これは様々なんですけどね。ただ現地論から言うならば、あと8ヶ月で単論って全部これできますかというとできなくはないと思います。ただ目指してもらいたいのは担当8割というところが一つの基準になりますので、これができるんだったら多分論文もなんとかであります。まあ、これは後で説明します。で、他のコースというか他の講座も実はセットでありますので、3万ちょっとかな、あと払っていただければなんとかなるんだよという講座があるので、それは説明します。で、あとですね、担当試験は自学でどうにかなる試験かと、まあ、なかなかやってる人から見るとなんとかなるのかなという感じはしますよね。だって過去問って売ってるじゃないですか、これね、担当学問って売ってるでしょ。で、約これ10年もあるわけですよ。自分で解いてってバーッとやってね、なんとかなるんではないですかと、完璧にもし解けるんだったらなんとかなると思います、実際上。で、私はいろんな講座の中で言ったと思うんですけど、5年かかりました。で、前歴はというと小試験受けてたことがあったんで、大学時代ですよ、受けてたことがあったんで、で、会社で地裁部に配属されたんでこれを受けようかなと思ったのがきっかけです。今からだから20数年前で、受かったら20数年前になりますんで、まあ、それきっかけで勉強し始めたんですけどね。で、担当簡単に受かるかなと思ったんですよ。で、旧司法試験のやつは担当は2回ほど取ってたんで受かるかなと思ったんですよ。そしたらね、これがすごく難しかったのね。択一です。論文は簡単でした、結構書けていたんで、担当がすごく難しかったんですよ。だって全く違う世界が書いてあるんで、全くこれ分からないんですよね。さらに言うならばってことです。ですね、さらに言うならば、これ担当の問題集見ると、まあ、どうでもいいんですけどね、まあちょっとどういうわけじゃないけど、問題書いてあって、
理由書いてあるじゃないですか。丸とかバツとか書いてありますね。で、何乗何項に書いてあるから、バツなんだ、丸なんだと書いてあるわけね。そうなっちゃうと、これ条文って一言一句たがわず覚えなかったらいけないんではないですかってこれなっちゃいますね。これ不可能ですよ、多分。で、5年経っても私はこれはできませんでした、正直言って。でもね、大体これ分かるんですよね、概要というところと、あとは論文含めて考えると、趣旨ね、何乗何項の趣旨はこうなっていて、だからこうするんだってことが分かると大体解けるんだよね。で、これができるようになると、実はね、100問解いて1000問解けます。100問解いて1000問解けるようになるんで、これは本当は担当できる上の必須の条件って話になっていきますね。で、これがリーガルマインドと言われてくるやつなんだけど、これ法学部で徹底的に私はこれやったんですね、当時。できるようになって、それから強くなりましたね、こっちのも。で、3年かかりました、弁理士法の方のリーガルマインドを身につけるのに約3年。で、3年間この問題集をずっと使って、自学じゃないけどやっていたんですね。やっていたんだけど、なかなか点数取れませんでね。50点満点で、当時何点かな。1年目はこれ遊びです。だから50点満点で、当時50点だったんで、50点満点で15、6点かな。箸にも棒にもかかんない点数でしょ。で、2年目になって、これ10回やったんですよ、私ね。10回ぐらいやったんですよ。で、10回やって50点満点で21、2点。で、一応やったんですよ、ちゃんと。でも多分普通に人って10回やっていないと思うんですよ。で、10回やったんだけど、22、3点。で、足りないなと思って、3年目、30回やったんですよ。で、見た瞬間にもう分かるんですよ。過去問だったら、あ、これ丸だと、これ×だと。で、どこに書いてあって、こういう位置に書いてあったなっていうところで問題って呼べるようになったのね。分かるようになったんだけど、単に問題を覚えていただけだったんですね。他本試験になると、50点満点で多分24、5点で受かんなかったのね。やっぱし、やめようかなと思いました、正直言って。これダメだと、向いていないと、自分にとっては向いていない。でも知財部に入っちゃったじゃないですか。だったら試験通らないと会社も辞めれないしね。さらに言うならば、昇進も全くないしってことだったんで、じゃあどうしようかなってやっぱし思ったわけね。で、もう1年ちょっとやってみようと思ったんですよ、ヨレーメルス。で、抜本的に見直しをしました。なんで悪いかなと思って、これ一問一問バラバラにちょっと考えてみたのね。司法試験の時ってこうやっていたんですよ。まず、なんでこの問題出したのかって題を捉えます。題ね。なんでこの問題出たのかってまず題を取るんですよ。で、なんでこれ丸になるかって趣旨から考えるようになったのね、一つ一つ。で、これを大体今ぐらいからですね、もうちょっと前かな、8月のもうちょっと前から12月までの間に10年間の分の間を全部やったんですよ、一つ一つね。で、そしたらすごいですね、論文も全部解けるようになったし、何もすべて解けるようになったのね。4年目受けたんですよ。で、50点満点で多分47か8だったような記憶あります。で、その時に受かればよかったんだけど、論文が通行の読み間違いをやりましてね、読み間違っちゃったんで、落っこってしまったのね、4年目は。よかれと言われていたの、当時ね。担当も50点満点の47ぐらい取っていたんで、間違いがなく受かるかなと思っていたのね、自分でもね。そしたら条約のところで読み間違いをしたんですよ、論文ね。だからダメでやりましたね。で、5年目かな、やったんだけど、5年目はあんまりしませんでした、担当の勉強って。もうできていたっていう前提なんでしょうね。で、論文はあまりやらなくって、選択科目を重鎮とやっていて、で、担当を受けたわけですよね。で、50点満点多分46だと思います。で、9割以上ですね。で、論文も極めて簡単だったという感じですね。点が読めるんですよ、それぐらいになると。これ書くと何点、これ書くと何点、これ以上書くと、いや、書いてはいけないなってなんとなく分かるのね。で、そこまで行くようになりました。で、それで受かったので、講師になったんだという経歴がありますので、だから特別頭が良いわけではもちろんないです。特別頭が良いわけでもなくって、要領良いわけでもなくって、あるいは何でしょうね、仕掛けでも全くなくってってなりますんで、苦労した私ですね、言ってみたら。苦労してなんとか自分の体系を作ったんだってことになるんでね、それを皆さんに体現できたら良いのかなって思っております。で、ちょっとこちらレジュメを見てくださいね。で、2番目と書いてありまして、今の自分の紹介なんでいいと思うんですけど、担当式試験は自学でどうにかなる試験かってことだけど、確かに何とかなるかもしれませんよ。だけど、趣旨まで含めて考えることができますかというと、多分これ無理なんだよね。で、私はこれできたのはなぜかというと、前歴があったからです。司法試験の勉強、4年間真面目に大学でやっていましたんで、なんとかなったんだよね。考える癖ができていたんですよ。だからできたってことになるけど、全く多分法律ってやったことないですよね、多分。
で、その方がいきなりじゃあこれ与えられてできますかと言われちゃうと、多分これ難しいと思うんですよ。やったことがないって話になると、法学部でも多分そっちの勉強をやったことがなくって、学部だけいるだけですって話になると、多分これ無理だと思うんですね。実際上は難しいと思います。で、これをやっていくのはこの講座って話になるので、で2番に書いてあるね、1番って書いてあって、ある程度のレベルまでは可能性はなんとか実はありますよと私言っています。ただ自分で読んで自分で考えることができればねって話になります。趣旨等を含めてちゃんと分かっていればなんとかなるでしょうね。でもそうはいかないんですよ。多分条文で解こうと思っちゃうんだよね。何条何項に書いてあるからこうなるんだこうなるんだ、じゃあ全部覚えるんですかって当然なるではないですか。不可能ですからね、絶対それは、機械的にやるっていうのはちょっと不可能なんで、特に子供ではないでしょう、私も当時超忙しい会社にいたので、多分前歴見たら分かると思います。超忙しかったんで毎日帰るのが12時過ぎです。会社を出るのが12時過ぎなんで、家に帰ると1時か2時です。でこれでやっていたもんなんで、とてもじゃないけどなかなかうまくいかないっていうのはやっぱしあったですね、ここはね。だから自分でやるのはちょっと難しいなっていう感じはしましたね。でそうじゃない場合については、自覚は実は論文以上にこれ難しいんです。論文以上に難しいんです。で論文ってそんなに細かいものは出てこないです。で担当ある程度できちゃうと、実はこれ簡単に項目が上がります。今項目さえ上がっていれば試験って受かることになってんのね、割とね。だから受かりやすいよっていうのが今の論文でありまして、担当違うからね、倍率も違うでしょ。担当って8人に1人ですよ、通過するのって。論文は4人に1人って話になってるんで、担当さえ上位で何とかなれば何とかなっちゃう感じがしますね、論文ってね。そこはね、まあそれがありますよね。で現行式試験、現行試験は担当が難関の傾向にあるって書いてありまして、これ昔は基準点で80点が私の時の時代ね。で新試験になってから6割に変わったんですよ、ボーダーが。6割以上だったら一応通過させても良いですよってなったのね。である時たくさん受かりすぎたんだよね、800人ぐらいになったんですよ。で集まれって言われたのね、その時。でいろんな先生が集まって、試験傾向を少し研究しましょうねっていうのを弁理会でもこれ揉んだんですよね。揉んで何を間違っちゃったのか、試験問題を変えましょうねと言っていたのが、基準点を少し 65% にしましょうねってしちゃったのが25年ですかね、平成25年になりまして、そこから難しくなったのね、担当べらぼうに難しくなったんですよ。今まで 15、6% 受かっていたのが 8% とか 7% になっちゃうとね、25年ね。でそこから少しまた優しくなっていって、また難しくなっていって、年によって難易度はこれ全く違います。で長にはすると同じなんだよねと言ってるけど、絶対これ違いますよ。年によって全く違って、この数年間は優しいです、割と。問題優しいです、担当の問題優しいんだけど、3年ぐらい前までは難しかったですね。特に条約ですね、足切りになってしまって終わるっていう感じが結構あったかなっていうところがあるんだけど、最近優しいかなっていう感じはしますね、担当ね。だけど論文以上にやっぱり担当を通過するのって結構難しいからね、なかなかね。で一番難しいのはこれ担当であって、なんで一番難しくしてるんですかというと、一番客観的ではないですか。論文って人が採点するって話になるんで、めんどくさいですよね。多分今採点してるはずですよ、試験の先生って。で何書いてるのかわからないんだけど、一応人数合わせて採点しますんで、めんどくさいなってところあるんではないですか。でも担当はどうですかというと、一定の点数取らないと終わるでしょう、そこで。簡単に切れますよね。でダメでも、まあ納得ができるではないですか。あ、ダメだったんだって分かるもんね。まあ一応担当が今一番難しいんだって話になってるわけね、そういった意味ではね。で、あとはですね、4番で、本年度は大改正、まあ来年度ね、来年度は大改正です。以上が大改正になります。で、これなかなか難しいわけですよ。今までの改正の場合は、特にこういう問題点があったんで、この問題点を改正するために変わったんだということなんで、前方を知っていればなんとかこれは説明もできたんだよね。でも今回は抜本的に章は全く変わってしまいますので、なかなかこれ難しいんですよ。でいろんな先生が今集まって一緒に会でもやってるんですけど、なかなかこれ弁理士でも分からないっていうところが結構あるのね。実際上こうやって読むのかどう読むのかってこれ分からないところが結構あります。でいち早くそれを説明しようかなと思ってるのがこの講座って話になってるので、だから一番多分早い改正講座になると思います、やってる内容が。私の場合は全て全部テキストは手作りというか自分でこれ配ってるんですよ。で今回見ていただきたいともここでありましてね、一つはまず入門にあたるものがあるんだけど、入門にあたるのが
入門エッセンシャルっていう講座があります。これはこの前もちょうど取り終わりました。まあ、いわゆるウェブの講座なんですね。ウェブで大体入門講座に該当するものについて見てしまいましょうっていう、これ講座になります。大体で、まあ、これはあまりやってもしょうがないと思ってるんで、もう見てしまいましょうと。じゃあこの内容って簡単なんですかっていうと、実はそんなに簡単ではないんですよ、喋ってる内容って。で、合格者に聞くと、これが一番難しかったっていうのね。で、講義の直前とか論文の直前にはこれを聞いてやったっていうんですよ。エッセンシャル一番最初にやるやつをね。で、そのくらい結構レベルが高いやつでありまして、全部で14回、まず概要これ見てもらいたいんですよ。読、実、意、症、状、不助っていう科目について概要見てもらいたいのね。まあ、通常だったらこれ14回でありますんで2ヶ月ぐらいかかるんだよね、これから受けちゃうとね。で、私の場合これは取っちゃってますんで、もういつ見てもらっても構いませんとなっております。今日から見てもらっても構わないわけですよ。これ何度かくるくる回してもらいたいのね。で、そうなるとまず読、実、意、症、状、不助という科目はこんな科目になってるんだって概要が分かると思います。ここで、これがエッセンシャルレジュメって話になっても、これも手で作ってるやつです。あとパワポなんだよね、やってるのは。で、これをまず一周回します。ここでこれは通常の入門講座に当たるやつです、簡単に言えばね。で、これはウェブでやっておりますんで、今日もしお申し込みの方は見てしまったら全部これ見れます。14回全て見れるんで、まあ、そこから始めてしまってもいいかなっていう感じはします。じゃないと多分1からやると思うんですよ。で、多分それで2ヶ月くらいかかっちゃうんで、今からやると10月11月まで入門講座やってんのかな。で、それで担当間に合いますかね、論文間に合いますかねっていうと、多分これ間に合わないんだよね、絶対に間に合わない。だからこれやってるわけですよ。でも取っちゃったのね、先週終わったばっかしですね、取り終えてしまったんですよ。14回取り終わってしまって、まあ改正法に対応して取り直してしまったんだってことになってんのね、ここはね。で、一応これ前提入りってやつです。じゃあこれ担当コンプリート講座の担当基礎編って何をやってるんですかと。これは普通の入門講座にあたるところなんだけど、私の場合はもともとはこのアドバンスって私が作ったと言いましたよね。聞いたことですよね。これ築城的になっていて、条文書いてあって、過去問書いてあって、解説書いてあってって話になっているのがアドバンスって話になっています。で、解説はこれ未対応であります、こっちは。で、それに対して、入門講座ないしは担当コンプリートでこれ配っている、担当基礎編に配っているやつは何かというと、これクレストレジメっていうのを配ってるんですよ。これクレストレジメって、これは簡単に言うならば入門講座の単元に合わせた担当のアドバンスになります。で、昔はね、担当アドバンスって2つあったんですよ。2年ベーシックっていうのがレックのスタンダードだったのね。今1年ベーシックで言うではないですか。で、1年何人受かります、実際上受かる方って。260人中多分10人ぐらいしか受かんないんですよ、1年で。実際上は極めて少ないのよ、十数人。そこに入る自信があるんだったらいいと思いますけど、それはやっぱり2年かかります、正直言うと。だから自分の息子にも言ってますもん、もし習いたいんだったら受ければよいと、僕に習えばよいと。でも2年くれと言ってます、自分の息子にも。で、自分ついていて2年かかるんですよ。で、別に頭そんなに悪くないから、それでも2年かかるんですよ、普通は。で、よっぽど時間があって、すごく頭よくって勉強がすごくできてっていう人じゃないと1年は多分通過しないでしょうね、なかなかは。だから10人ぐらいしかいないわけですよ、10人ぐらいしかいないわけですよ。でも2年やればなんとかなるのが、このなんだろう、試験ってことになっていて、2年やったらなんとかなりますよ。で、昔は2年ベーシックってなっておりましたね。で、その時の担当用のテキストってこれだったんだよね、もともとは。もう多分皆さんも知らないと思うんですよ、これ。もともとこれの復刻版、私はやったんです、約3年ぐらい前からやったんです。秋の担当速習をやるようになって、これを作り直したのね。もう今から15年ぐらい前にもうなくなってしまったんで、作り直したんですよ。どう作り直したかというと、この入門講座のテキストがあるではないですか、これ。で、これに沿った単元に従って、まあ、作り直したのね。まあ、見ていただくとお分かりだと思いますけど、例えば、これ単元になっていて、新規性というものがあって、で、一応条文が全部書いてあって、線引いてありますね、線。条文なんですね、線引いてあって、ここからしか出てきませんって話になってるんです。線引いたところからしか各3種類の問題って出たことが全くないのね。だから線を引いてあるんです。そしてこれ全部説明してあるのね、論点含めて全部説明してあって、簡単な問題っていうのかな、一番典型的な問題について書いてあります。だからこれ見ていただくと、古い問題あるでしょ、
超基本問題ってあるんですよ。で、超基本問題について挙げております。で、説明してるのね。講義の中で説明をします。ここはで、これは全部改正対応になってます。このところは特事実衣装商標について、あと不正競争か改正対応になっておりますので、令和元年体制改正となっているので、衣装も一番早い改正でしょうね。ビルって話になると一番早い改正になっております。で、これで一応なんだろうな、代替試験だと担当の試験だと8割はカバーリングできるはずです、間違いなく。で、ベーシックの問題について扱ってしまって、一応担当の頭を作ってしまいましょうというのが一番最初なので、これ大体8割はできるかな。で、その中に論文を含めての論点が全部これ載っています。で、論点の説明も書いてあります。論書も書いてあったりします。だからある意味は論文のテキストであるとともに、担当用の何だろう、単元別のアドバンスって話になるのかね、言ってみたら。そうなっておりますので、入門生でまず担当やるんだったら、これが一番最初はいいんですよ。絶対に一条からやっていっても多分頭に入ってこないんで、単元別に出るようにやってるんだっていうのがこのテキストね。で、改正にこれは対応されております。で、こっち終わった後これやるんだけど、これは改正に対応されていないんですよ。式場的なんだけど改正に対応されておりません。で、一応これやりますよね。このところで担当コンプリートっていうところで、その基礎編でこれをやるわけです。これで、これも各科目があります。特実異症状不調図でもあります。ありますありますよね。で、これ大体終わるとどのくらいになるのかね。大体8回3回ちょっと待って8回3回4回2回1回1回21回で、月大体これは8回くらいやるから3ヶ月くらいかかりますかね。3ヶ月くらいかかりますかね。3ヶ月でちょもうちょっと短いかな、 2.5 ヶ月くらいで終わるって話になっています。で、これが終わった後にこっちをやるね、応用知識編となっていて、これはこれを使うわけですよ。アドバンスと、こっちの築城になってるやつね。めちゃめちゃ細かいですよ。で、私書いた時はこんなに細かくなかったです。で、これはどん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 細かく書きすぎてしまって、わけわからなくなっちゃったもんね。これって特に条約はこれわけわからないわけですよ。すごく多分一回でも受けた方はわかります。わけわからなくなっちゃったんですよ、これは。で、これは自分で作ってるんで、これは説明します。こういうことになっていて、こういうことだと。で、問題こういうことが大で、なんでこうなってるんだって説明します。で、私は担当は論文的に解くのは好きなんです。で、これができるようになると、担当をやっておいて、やることによって論文って試験受かるんだよっていうコースになるんでね。そうなります、ね。で、応用知識編っていうところでやるんだけど、これは改正未対応なんだけど、一応こっちのクレストと、さっき申し上げたテキストありますよね。担当コンプリート入門編の用のところでやるクレストによって改定や改正しているところについては説明しておりますので、あんまり問題がないかなって思っています。一回もこれ説明しちゃってるんだね、まあ、そうなってるってことになりますね。そしてこの応用知識研の時にちょうどやるのが、これをやろうと思っていましたね、今年は。これで、これちょっと別のお金になっちゃうんですけど、これ論文答案作成力構成講座っていうのがあるんですよ。これ何やるかというと、担当の問題さえ解ければ論文の本試験ってこんなに簡単に解けるんだって説明する予定なんです。で、一応内容としてはまずプレ講義ってありまして、60分これやる予定なの、あ、配ってないね、60分これやる予定でありまして、大体次回の試験ってこういうことが出ますよってプレで説明します。大体は論点かもしれないし、担当的にこうやるとこういう問題ができますよってやってるかもしれないし、これはいろんな問題これ説明するわけね。その中から実際書いてもらう問題について次の指標に書いてもらいます。で、一応担当ができれば多分論文の本試験ってこんなに簡単なんだって多分分かると思います。特に特実っていう科目です。これ簡単なんです。担当さえできれば実は解けますね、実際上は。で、今年の試験の問題もそういう傾向だったと思うんですけど、論文式試験ね、これね、顕著なんだよね、特徴が。で、一応ここまで行く間に担当ができれば私は8割から9割取れるんだって力をつけたいわけですよ。で、まずはさっき言ったように1回目、ここ担当コンプリートの基礎編というところで8割入れますって申し上げました。で、合わせてこっちに応用知識編、地球上的に潰していって 100% 入れる予定なんです、担当知識って。で、これが何とかなるようになると、この論文の問題って実は解けるんですね。解けます。ただ今の論文って科目によってちょっと試験傾向は違うんだよね。
特実はこれご覧になっていただくと分かりますが、今年これ問題ですよね。分かりますか？まあ、分かんないね、これ見てもね。ね、分かんないと思いますけど、割と担当に近いんですよ。でも、なんていうのかな、答えが決まってんのね。この場合についてどうなるか言ってくれませんか？もう全部これ担当なんですよ、担当。だ担当の問題さえできれば解けるんですね。で、プロはね、これ読み方がありまして、上から読まないんですよ、もう。問題から読まないのね。これ見ちゃうと、一番問いですね。問い見ちゃうと、何かってこれ分かるんですよ、もう。パッパって。担当の問題になっていて、担当の問題で構成されてるんだったらすぐ分かるのね。特実。だから、1番、2番、この問題って1問目が1番、2番、あと2番の括弧1、括弧2といって全部で、1、2、3、4ってあるんだけど、この問いの部分だけ見ちゃうと、5、6分で多分項目ありますね。項目がパッパッと上がって、あ、これを書くんだなって分かります。大体は。で、今年ダメだったという人ね、特にこの1問目はダメだったらしいんだけど、ダメだったという人の多くは、担当指示欠落で失敗してるんですよ。あ、こんなことやってしまったんだという人結構いるのね。なんでやっちゃったのかっていうと、担当の勉強をやっていなかったんだと。一番の免除のこれは、弊害でしょうね。免除制度があったことによって、弊害と。昔は絶対そんなことはなかったんだけどね、弊害となっておりますんで、だから免除になったって、担当を勉強しろと絶対言っています。毎回毎回勉強しないと知識落ちるんで、どん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 落ちますよ。ね、で、論文の勉強をやったとしたって、そこで知識を得るんじゃなくって、多分テクニックを受けてくるだけなんだよね、テクニック。で、それだけで受からないんですよ、やっぱし。で、特技はそういう感じ。じゃあ衣装はというと、バクとした問題なんだよね、なんか。バクとした問題になりましたね、衣装。あ、これ違うか、こっちか、衣装ね。衣装はこれ。1問目はこれ普通の問題なんですよ。まあ短いよね。あっという、あ、これで全部で90分なんで、さっきの特許は、これ60分、60分なんだけど、まあ文章長い割には2時間ですよね。で、こっちは短くって90分もあるので、時間がないってことはないんですよ。ただし、1問目これまだいいんですよ。2問目って、バクッとした問題なんですよ。何聞いてんのかなと。まとめ方の問題です、これって。どうまとめて、どう書くのかってことです。で、今年の皆さんの集めた問題、私見てます。回答。デクで集めて見てくる、見るんで、え、これで受かるのかなっていう感じはやっぱ受けますね。9試験近いです。9試験でこういう問題、バクとした問題が出てきて、うまくまとめることができるかっていうところがポイントだったのね。まとめ方が悪いんですよ。で、いわゆる特許と同じように書いてあるところがすごく多いのね。で、そうではないんだってことになるわけ。だって誰がこれ問題作ってますかね。特実は理科系の先生が作ってますよ。だったら担当的な問題作りたいでしょ。どう見たって。論理式は作りたくないですよ。衣装商標はというと、もちろんこれバリバリの文系が学者です、作ってるのは。となると、文章ができてないやつは入れたくないってことがあるのね。当然入れたくないっていうのがありますので、こういうバクとした問題で、あるいは商標ね。商標は今年はこれ、私は商標は3年連続で当たったんですけどね、論点が。で、これしか出ないと思っていて、問題1の括弧2っていうのは論点問題です。論点問題で、これ分かっていないと解けないんだよね。でも商標系の弁理士だったらこれ絶対知っています。こういう問題があるっていう点は。で、これある程度予想ができるんで、この中、この講座の中では、特実は担当で論文でこんなに解けるんだっていう説明をします。こうやって回答をつければ良いんだっていうのがあるんで説明します。で、衣装商標については、特に衣装はまとめ方です。バクとした問題、どう書くのかっていうところです。まとめ方の問題なんで、まとめる勉強しないやり方をします。で、商標はといったら、論点のピックアップをして、論点の説明をします。こういう論点があって、こうやっていくんだっても決まってるんでね、論点。大体当たりますんで、商標論点って間違いなく当たるんで、それで説明をします。だから、この講座を取って論文全くできないってことは全くなくってね、追加のお金になっちゃうけど、これ3万いくらかな、払えばなんとか、もうちょっとかかるのかな、かかるみたいだけど、なんとかなるかなっていう感じがします。ただ、どっちにしろ論文書く前提としても担当の知識がないとどうにもならないんだってことになってるからね。だから1回目、2回目って回すわけですよ。2回目はする。で、2回目を回すんだけど、ここのところだけやっても、これ電話帳みたいになってるじゃないですか、これ。電話帳ですよね、アドバンスって。見たことありますかね。ない？後で見てね。電話帳みたいになっていて、うお、これやるの？って感じを受けるのね。じゃあ、どうすんの？っていうところで、これ、担当重要項目セレクトってあるじゃないですか。
今これ作ってる最中なんだけど、何をやるかというと、ここに書いてある内容について、問題みたいに一問一答で私書いてるんですよ、全部。パッパッパッって。薄く書くの。薄く書いてあるの。ここに書いてる内容、エッセンスについて、これ、これ、これって薄く書いてあって、全部丸になるように作り変えています、問題を。それだけ読んじゃうと、だいたいこの講座で喋った内容って全部これ入るようになってます。言ってること分かります？これだけ見たって、多分電話帳みたいになって分からないと思うんですよ。じゃあってね、この重要項目セレクトって何をやるんですかっていうと、一応6回となってるんだけど、これでもう配っちゃおうかなと思ってるんですね。こう応用知識ってところで全部配っちゃおうかなと思ってましたね。この講座の中で、このアドバンスの中で喋った内容について、ちょっと短く、こう短く、ちょっと言いにくいね、一問一答みたいな形で丸の問題集を全部作っちゃったのね。今作ってる最中です。で、これさえ見ちゃったら何を言ってんのかって書く必要じゃなくて分かるんだっていう構成のものを作ってるんです、今。で、それ見ちゃうと、大体はもうクーッと見ると分かりますよ。大体担当ってこうなるんだってことが。だからこれで3回しったらしになってるのが、担当重項目セレクトったらしになっていまして、担当は受かるでしょうね、これでやれば間違いなく。一つ目はこのクレストっていうのを使う入門編っていうところは、一つのこれ売りね、まずは。売りです、この講座の中の。で、もう一つは、これ重要項目セレクトってあるけど、これは一応ウェブになってるんだけど、その前にこれ配っちゃうと思って、このところで。だいたいこのアドバンスでやった内容ってこういうことだったんだよねってことを、チッチッチッって、まあ項目、なんていうの、レジュメチックに書いてあります。で、全部丸の問題集になっているので、まあ一応問題集みたいになってるけど、全部これはまあもう丸なんです。×でもなくて、もう丸に書き換えちゃったよね、言ったことが。で、読めば言ったことは分かるよっていうのになってます。で、それを配って、その中の重要なことだけここで説明しようかなって思ってるんです、6回で。であれば、担当って受かるでしょって話に絶対なると思うんだよね、僕はね。まあそういう講座を取ってる、そういう講座になってるんですけど、あとはちょっとレジ見ていきましょうか、ね。宣伝としてはこんな形になるんだけどね。あとは3番っていうところですよね。3番、試験傾向の変化って書いてありまして、1番、文章は短いものと長いものとの両者があるって書いてあるんだけど、最近は少し短くなってきましたかね、担当問題もね。だからパッと見て瞬間に解けないとダメなんだよね。で、これ論文にもつながります。見た瞬間に解けないと回答時間がすごくかかってしまって、回答力が全くなくなっちゃうんだね。で、これがないと実は論文受からないって話に絶対になります。多分論文受からない方の大多数ってそこなんではないですかね。見た瞬間にこれ何を聞いてるかと、何を書けばいいかってところが分からないから、多分ダメなんでしょうね。何年経ってもダメっていうのはそこにあるんだと思います。それからね、審査が最近多くなったんですよ。だから過去問だけやっていてもうまくいかないってことがあるんだよね。ここは審査が多いので、審査についても説明をします。あと改正ね、改正については特に衣装ですね、大改正なんですごく難しいです。今度改正になったことによって変わるとなっておりますので、相当難しいです。いろんな先生が今議論されている最中です。一緒に議論しています。難しいです、すごく。で、一番早くそれを提供するのがこの講座って話になるので、改正に一番特化した講座になるかなっていう感じはしますね、内容としてはね。それも売りですよね、多分。あと、4番に書いてあるように、科目とか年度によって担当って、あと論文もそうだけど、難易度が違ってくるんだよね。これ書いてありますね。じゃあ現実的な戦略として何をやるかっていうと、来年度に担当論文って一発で受かりますかというと、まずは担当8割目指してください。そうなると何とかなります、実際上は。なります。だって特実は担当ですから、実際上は。で、実証商標はバックとした問題と論点さえ押さえちゃうと何とかなります。何とかなるんです、そこはね。それはできていないから多分受かっていないんですよ。受からないとなると思うのね。で、まあ、できれば最低限担当上位で受かってしまって、論文に論文の目安をつけてもらいたいっていうのがこういったの骨子なのね。まあ、それ4番に書いてあるかなと思うんですよ、ね。で、あと5番で、論文を狙うならば担当問題どう使うがポイントですって書いてあるけど、これさっき申し上げました。担当の問題について、なんだろう、理由付けね、条文だけではなくって、これこれこういう社会的な妥当性があるからこうなったんだって書けるようになると、論文でうまく書けるようになります。で、それができないと多分条文だけ書いてしまって終わってしまうんだよね。で、論文の試験って担当ってやっぱ違うわけですよ。担当的だと言ってるんだけど、担当っていうのは簡単に言うとこういう試験ですよね。担当式試験って、
法文書見ないで解きますんで、ご存知のように法律は要件と効果ですよね。要件と効果があって、要件効果ね、それから原則あったら絶対例外があるわけですよ。原則例外と、これ学ぶんだよね。だからこれ同じことの条文にあるかというと、実は全くないんですよ。そうなってるわけではないって話になっていて、でこれうまくセットで覚えないといけないって話になっていて、あと理解しないとこれ分からないんですよ。でいろんなこと聞くと分かりませんという人結構いますからね、実際上はね。でこれをこの講座の中で説明していこうかなと思っています、実際上ね。じゃあ論文はというと、論文はほとんどの方ってこれで書いてるだけなんですよ。要件効果原則例外みたいな形で担当的に書いてるだけなんで、悪くはないですよ。一応項目が上がりますから。で項目が上がるんだ、あるならば、一応項目ってありましたね、ロムにも。これ担当が分かれば項目は絶対上がります。項目が上がるだけで多分50点はつくでしょうね。54点が一応合格点となっておりますけど、50点は多分取れます。50点はこれは項目さえ上がれば50点取れるでしょうね。40点で、これは実際上実践させた人がいます。私この講座を受けて担当受かったんですね。41か2かなで受かったんですよ。でもちろん論文で勉強全くやってないって言ったんですよ。じゃあどうしたらいいですかっていうから、少なくても担当的に解いてこいと。で要項目と、要件と効果、結論とちょこっと入りだけ書いてきて、条文だけ書いてこいと。で何点取れるか見てこいと言ったら、見事50点だったね。で50点なんだね。あと4点取れれば受かるんでしょ。あと4点。少なくても項目書いて、大体ちょろっと理由さえつければ50点はいくんですよ、実際上。実践させたのね。自分はやったことがないので、当時はもちろん点数の開示ってできなかったんで分かりません。自分の時は何点だったかって、今できるでしょ。で50点だったんですよ。項目だけ上げてちょっと理由付け書いたのね。で50点かな、50点で、翌年度ね、もうちょっとやろうねと言ってやらせたんですね。で、そうして、そこにもうちょっと理由付け深く書くのね。理由付け深くね。深く書いたら、これ多分ね、70から80いったと思いますね、この試験では。いくんですね、70から80って。だから、一応、担当ベースでやれば50点は取れるんですよ。で、うまく、もし理由付けもうちょっと深く書けるんだったら、54点はいきますよね。で50点取れればなんとかなるわけでしょ。一応合格って話になるからね。上位ではもちろんないです。で受かるって話になるんでね、まあそれをやるのがこの講座だって話になりますよね。であと6番は、さっき言ったような内容が多分載っておるはずです。どういう形で講座を進めていくんですかと。まず実践者っていうところで全体像を見ます。これウェブなんで繰り返してみてください。もう今やっちゃってるからね、14回もやっておりますんで見とけば良いかなと思います。あとは、担当基礎編から応用編ってありまして、担当基礎編の方は、先ほど申し上げた通り、このクレストっていうレジュメを使います。で、これ後で見てね、自分で言うのもなんだけど、こちらのアドバンス資料うまくできてると思います。説明もちゃんと書いてあって、さらに問題が出てくるのが全部線引いてあるんで、こっからしか出ませんってことです、何度も言ってるように。で、アドバンスはこれ引いておりません。処分なんで書いてあるないよって、ここからしか出ません。そして超基本的な問題しか挙げておりません、時間の都合上もあって。であとは基本的な問題しかできて、で基本的な問題について絶対押さえてもらいたいんで、押さえてくれませんかと言って、これ講義をします。でこれ使いますよね。であとは応用編の方では、こっちアドバンスって使うんだけど、これは共通だね。誰が使っていても共通テキストであります。ただ説明はもともと作った私がやりますんで、多少違ってくるかなっていうところはありますね、ここはね。で、クレストの方はこれ改正済みでありますんで、改正法でやります。クレスト。衣装もしかり。で、一番最初だからやるっていうのはこの講座になるって言ったら、そのことをね、衣装もしかり。で、皆さんも、イメルシー言ってたもん、昨日ちょうど委員会で行ってきましたけど、いや、担当を作るとするとこれ大変だよなって言ってましたね。確かに。衣装ね、担当をどう作るのかな、大変だよなっていう感じですよね。本当にそう。ある程度これは話しますね。担当だったらこういうふうに変わる予定なんで、多分こうなるんではないですかって話をしようかなと思っています。確率的にはね。
デジタル証明も一部変わります、衣装も変わりますので、それも説明したいと思っております。で、あとは、7番ね、勉強方法です。で、隙間時間をすべて勉強に当ててください。うん、で、私は前も言ったように、前職は大日本という会社にいたんですね。で、いい悪いは別として、忙しい会社でした、忙しい会社でした、だったです。ドアのいつも12時以降なんで、隙間時間というと通勤時間しかないんですね。で、通勤時間はずっと倍速テープレコーダーで聞いておりました。特に入門系の講座と、あとはインプットできるような講座っていうと、インプットできるような講座っていうと担当系の講座ですね。で、これは倍速でずっと聞いてあったんですよ、頭の中で。だから2時間で往復4時間でしょ、かける2なんで8時間講義聞けたのね。8時間。で、その中であってのがあるんですよ、聞いてる瞬間に。あ、これって何か言っていたなと、おかしいなっていうところね。で、これについては家に帰って持ち帰って調べたわけですよ。で、私は夜はあまり時ではないので、朝強いんですね。当時は5時に起きて、そこから実は2時間ぐらい勉強して会社に行ってたっていうのが毎日なのね。だから睡眠時間が多分3、4時間ですかね、当時受験生の頃ってね。で、5年やりましたんで、それを。で、全てこれ下げないとちょっと難しいかなっていう感じはします。隙間時間うまく使えるかっていうところが、社会人ですからね、一番これ重要ね、どう見たって。で、仕事を適当にやっていばこれいけませんから、帰って自分に帰ってくるから、後で失敗したって話になると大変でしょ、すごいプレッシャーになりますからね。通常に普通仕事はやるんです。あと切り替え重要だよね、会社出た瞬間に変わるんですね。で、ずっとIC レコーダーが回ってるっていう感じでいいのかなって思っています。で、私はこれが良かったかなと思うんですけどね、うん。で、スケジュールになるんだけど、8番、現時点から9月まで入門エッセンシャルをまず聞いてもらいたいと思っています。これもすでに取ってしまったんで、まず1回目聞いてもらいたいと思っているわけね。で、9月から12月2期目なんだけど、担当基礎編ってこれ終わりますん で、一応これ担当8割は一応終わってしまってるわけね。担当基礎編と、あとは担当 の応用編か、これ終わってしまってるんで、担当はだいたい9割から10割入ってしまうのかな、うん。でも、さっき言ったようにこの応用編の場合はアドバンスを使いますんで、電話帳みたいになってますね。これを紐解いたのが一問一答ってやつです。今作ってる最中のやつです。この講座の中のやつをライブでずっと喋ってるようなものを、なんだろう、レジュメ風に書いてあるのね。で、丸になってるこれ問題集って話になっていまして、できればね、できればもうできちゃってるんで、ある程度これをやるときに一緒に配りたいぐらいで、はい、これ復習ですよって渡したいぐらいです。で、言ったことについてはこれなんで見とけばよいってことです。言ったことはこれあって、このことを言ったんでこれを見とけってことね、見とけと、まあ、そうすれば大体は復習できることになると思いますよ。で、それ一番大きいかな、今回作ってる内容としてはね。今まで作ったことが全くなかったんで、ライブ版近いですかね。でも、ずっと喋り言葉じゃなくて全部問題形式になってるんですよ。パッパッパッと、大体2行ぐらいで書いてあります。で、それ見ると旧学問から全部入ってるんで、大体これ分かるようになっています。これ一番の売り気ですかね、今年はね。これで、今回これは空き生だけしか配らない予定です。今の段階では配らない予定、空き生というかこのコンプリートしか配らない予定なので、他のところは多分配る時間がありませんので、まあ、それをやってもらいたいなと思っております。まあ、それが9月から12月かな。で、12月以降になると何をやるかというと、当連を受けるんですね。当連で、当連を受けてもらいたいと思っています。当連だから、少なくても担当的なことについて1回ないしは2回は年内中で終わらないと厳しいんだよね、勉強って。で、あとは 年明けから以降は通常当連を受けるのが一般的です。特に論文受けたいんだったらね、討論受けるんです。たくさんたくさん受けるんです。たくさんたくさん受けて、いろんな問題提供してみるのね。例えばですね、これ担当チックに要件と効果だけ書いてみると何点取れるかなと、やったもんですよ、自分の時も。で、これ多分特許やったらそこそこいきますよ。特許は衣装消費でこれやってしまうと多分ダメです。うん、採点者が違うから、文系だし弁護士さんだし、ないしは学者らしいって話になるんで、何書いてあるんだよって絶対になるんだよね。そこは理系の先生が作ってるような特許は許されます。それで全然違うんで、科目によって。で、じゃあ衣装とか商標について一応これでやってみるんだね、何点取れるかと。多分いい点数つかないでしょうね。で、それは少し形を変えて変えてみようかなってやるわけね。できれば答案のパターンって、さっき言った養成講座でやりたいと思ってるんだけど、できれば
3パターンから4パターン持っているのが絶対必要です。私は4パターン持ってました。あの項目チェックに書くようなパターン、今後パッと上げて、なんとかだからであるって書くやつね。これ昔は PCT とか GIF は全部これで書いたもんなんです。で今特許ってこういう感じですよ。こういうパターンないしは論述系のパターンね、論証パターンですよ。言ってみたら司法試験パターンね、これ司法とか商標、商標はそんなパターンになっておりまして、これ長いバージョンと短いバージョンを持っておりました。だ4パターンあったのね。だいかの問題でも解けるようになっていまして、そうなると強いんですね、これって。だから形ってあるかというと、全くないとは言えないかもしれないけど、最低4パターン持ってもらいたいんですよ。それをできればこの養成講座っていうところで少し説明しながら実践してもらいたいのは、年明けの実践答練っていうところで、答練は1個だけでいいです。これでやってもらいたいんですよ。どのくらいかってやってもらいたいのね。そうするとなんとかなりますよ。4パターンぐらい持ってればなんとかなるからね。どうにでもなるんで、パターンとして、まあ、通常予備校の先生って1パターンしか教えないけど、ものによってこれ全く違うんです。科目によってやっぱ心象形成が違ってくるもんなんで、試験員の先生も、でもちろん理科系の先生と文系の先生って全く違うんですよ、考え方から含めて、ね、だって思いますもん。特許はこれでいいけど、一生商業これでいいかっていうと、いや違うだろうと思いますよ。一生商標主にやってますんで、やると違うよなと思いますよ。間違ってるよなと、これ書いちゃうと、何じゃこれ足りないよなって思うけど、数で受かっちゃってるっていうのは結構多いよね、今のところはね。で本当はそれは良くないと思っております、そこはね。だから今年何受かるかちょっと知りませんけどね、今年の人数がもし少ないようであるならば、多いようである、結果多いようであるならば、来年は揺り戻して絶対少なくなるんですよ、ローグの最終合格者って。で改正でしょ、大変だよなっていう感じがするわけね。でできれば改正の1年目って結構簡単な問題が出やすいんです。だってもし担当問題ミスったらどうなります、言いたくないけど、多分試験ってクビになっちゃいますよ。もう間違っちゃったよなと、答えとしてこれ2つも3つも出るんだよなって話になると、その瞬間これやばいですからね。条文そっくりとかそういう問題出るに決まってるわけですよ。でも論文はというと、書き方によっていろいろあるからね、バックとした問題出ちゃうとこれできますからね、作ろうと思ったらいくらでも。そういう問題多分出るんでしょ、おそらく。商品は多分論点問題出るんでしょっていう感じやっぱするのね、おそらくね。でそういう問題をやっていこうかなと思っております。だからもちろん担当専科なんだけど、担当だけではなくって、知識は入れるっていう点では担当専科ですよ。でも知識がないと論文って書けないんです。でそれができるようになると、その後形ではないけど、パターンってやっぱあるのね。で4パターンぐらい持ってもらいたいんですよ。形よりも科目によってパターンを変えてもらいたいんですよ。特許はね、特許は担当的な問題なんで、担当的に解けば良いんですよ。今までの弁理士の試験通りで良いんですよ。で微小商標どうですかというと、すごく嫌っていることは確かね、試験の先生含めて多分嫌っていると思いますよ。微小商標は絶対ダメと、これはだけど数がそれなんで受かってるだけでしょ。でそれでいいんですかというと多分ダメ。でもそれって予備校採点できないんですよ、そういう問題って返すってことになるから。だから何をやるかというと、採点になると嫌なんだけど、ゼミで私が採点するってことになってるのね。だって採点できないではないですか、バクとした問題って。何が丸で何が間違ってるかって、私が採点したかったらこれ無理ですよ、やるんだったら、まあ、それをやるって話になっています。でそういうこともあるので、含めて取っていただくと効果はあるよって話になるんだね。できれば改正の1年目ってことになるんで、そんなに多分難しい問題は出てこないと思います。もし来年から受けようって話になると、どうでしょうね、ある程度改正本も出て実務会もある程度安定しって話になるんで、難しくなるのかなっていう感じはします。うん、そこはね、だから早くやった方が良いですよっていうのは確かね。でじゃあそれに対する講座ってあるんですか、それに対するテキストってちゃんとあるんですかというと、何度見てるこっちは対応しておりませんまだ。うん、まあ、多分これは改正法の講座って多分やるのかなと思うんだけど、それはいつになるかわからないんですよ、正直言って。だけどこっちにクレストは直しておりますんで、もう直しておりますんで、今知ってる範囲で私は直しておりますんで、これに従ってやるってことになってるんで、多分改正法を一番先にやるっていうのはこの講座になるかなと思っております。で改正法にもし興味ある方ね、まあ、入門系でも良いだろうし、そうではない方でもいいんでしょうけど、ある方はぜひ受講してもらいたいなと思っております。ということで全体この辺で終わりたいと思っております。あとは個別的に受けたいなと思っておりますので、
じゃあ全体この辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。